牡蠣食べる人。はい、かわいいね。よしよしよし、あかんですわ私ね。だけど完食しないで私が。甘いから多い。おい食えない。あま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 あ。ピタゴラスイッチ。冬になってね、なんか洗顔するのハードル上がりません？やっぱ寒いからかな。パンキーじゃん。よしよしよし、顔に巻きつけて。えいやわけじゃん、気が遠いで、気が自分で取る。そうすけ、うまい。ほんで、資生堂のこれタレ。今ちょっと また目覚まし前やな。もう始まったぞ。入りたいの？潜りたいの？はい。オケラみたいな。オケラって。あ、きつい、きつい。何にきつい？厳しいってこと、パパが。おはよう、さおちゃん。ギュギュッとしようよ。いいよ。いいの？ほんまに珍しい。いつも振られるのに。おはよう、さおちゃん。もう降りました。嫌やな、そんなの。ママ叩いて。ママ。ママ。うん。どうした？こいつ。こいつ。おい。なんだこいつって。アンキロールやん。アンキロール？あ、私やっといた。そうちゃん、それキーちゃんね、置いといたって。渡そうとしただけやな。そうやねんな、そうやな。アンキロされてほしくなかったよな。キーちゃん、キーちゃんに渡したろうと思ってな、持ってきてくれただけやねん。キーちゃんの暗記を取ろうとしたわけちゃうんやで。違う、キーちゃん、キーちゃん持って行きたかった。キーちゃんが置いてある状態の暗記をそのまま最初から持って行きたかったの。なるほどね。じゃあソーちゃん持ってきてくれた時にキーちゃん取りに行きたかったから、次からお願いねぐらい言えたら100点。だけど、うん、だけどうまいこといかへんだの。そっか、難しいよね。暗記欲しい。そうちゃん、そうちゃん、暗記を返しちゃってくれる？キーちゃんに。朝起きたら朝のかよ。朝起きたやないかい。そうちゃん貸して、キーちゃん取りに行ってくるじゃん。うん、行っておいで。そうちゃん貸してって言うんやで。言えないんかい。そうちゃん、じゃあそうちゃん持ってきたって。キーちゃんどうぞって。キーちゃん待ってるわ。そうちゃんまだかな。あ、もうキイちゃんほら座って起きてるよ。そうちゃんまだかな。起きたらしよう。キイちゃんに、はいどうぞって暗記を貸せるかっこいいお兄ちゃんどこかな。暗記をどうぞできる子誰かな。暗記を出す。来た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 、暗記をどうぞできる坊やが来たよ。ほらほらほら、来た来た来た。あー来た、ありがとう。はい、どうぞ。そうじゃ、なんていうの？そうそうそう、ありがとうでしょ。あ、どういたしまして、夢やって。どういたしましては言うてるわ、せーの。どうもいたしまして。ベリーグッド？オッケー？うん。まあでもこんなに気持ちよかったらされたくなるよね、そうちゃんも。ちょっと君たち、もうええ時間やわ。起きようか。幼稚園遅れます、みんな。今何時？携帯電話どこ？6時50分、行こう、行こう行こう行こう。おー、そうそうやね。おいで、キーちゃん、おはようしようよ、ママと。ママとおはよう、いいね。ママとおはようしよう。おはよう、キーちゃん。いや、うおー、起きるぞ。さあ、起きよう、行くぞ、皆さん。はい、行くよ。さあ、各々の必要なものを持ってください。そうじゃあ、プルプルはいいんかってキーちゃん心配してくれてるよ。皆さん見てください。これしか扉開かないですよ、ここ。設計ミスやね。ここ設計ミスで、ちょっと購入ミスで。そうやね。マットレス引っかかって、こんだけ、こんだけしか開かないですよ、ここ。すのこ引けないね。子供ら、一人がギリ通れる。子供らはいいな。こんな感じでね。
はい。抱っこしてしゃべり。抱っこして。抱っこしよう。抱っこして超熟って言われ、この超熟を焼くか。うちらの方子供じゃなくて。さあ昨日の残りもぬくめおかさばいからね。これは何でしょう。お野菜スープですよ。おでんも残ってるね。バターですわ。これがおでんと食パンとスープとごちゃごちゃや。ハチミツチャ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 。大丈夫だらけな。チャ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 。ねえねえ、誰もあなたのモーニングルーティン見たくないところですよ。大丈夫。大丈夫大丈夫。自分はハチミツにつきに来たよ。袖についたね。はい、ハチミツバター。まあ絶対うまいですけどね。はいはい、さてさて、テーブルつけたらその。こっち君ですわ。こっちソウスケですわ。こっちこっち。はい、いただきます。はい、パパ、カキ剥いてくる。カキ食べる人。はい。かわいいね、それ。今度パタパタしてたよ、今。ちょっと柿食べたいらしいんで、僕柿むきおじさんになるんで。大丈夫か、準備しや。ちょっと待って、すぐ剥くから。柿むきを極めし者やから、もうこう柿を回していくんですよ。皆さん、柿の剥き方というのはあんまり薄さをね求めたら多分細になったり失敗したりするので、もうとしこは割と右も言ってましたね。もうちょっとここでおでん食べるわ。よくしょー。ママの横。ママの横。子供たちがね、パンとおでんを食べてますわ。おいしいしし。あかんですわ。私ね。完食しよう。完食するの今日ありがとう。完食するらしい。うん、あの給食でもお腹すいたらダメやから、いっぱい食べて、これと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 、うん、これとこれ。うん。ありがとう。そうやな、給食までにお腹すいたらあかんもんな。お腹すくときある？ある？うん、いっぱい食べやなあかんやん、キリちゃん。だけど完食しんねんで、私。あ、そっか。それならいいんだけど。あの、幼稚園完食しんけど、うん、またお腹すいて。そうやな、ね、完食してもお腹すくよね、ちょっとね。お家でいっぱい食べていって。うん、うん、そうちゃん、保育園でお腹すくときある？うん、ある？うん、朝ごはんしっかり食べやなあかんわ。うん、キリオちゃん、うん、ここのお家さ、うん、しょっちゃんさ、うん、あのさ、パン欲しいって言ってた、上で。あ、産みとったな。歯磨きしてうがいして。まにな、歯磨きしてうがいしたのにパン欲しいって言って、ちょっと泣いとったな。うん。ほんで食べとったな。ちゃんと食べないと。あ、またな。え、何？これ欲しいの？もしかしてちょっとじゃあキリちゃんからやってみようか。キリちゃん先ね。ほうちゃんかじりたいし。ほうちゃんもかじりたいの。どう？ちょっと硬いじゃん。あガジッとしてみて。昨日よりな、ちょっと煮込んだからな。ほらごめんなさい、おうちゃんばっかりしてごめんなさい。どう？食べれる？うん。2人ともそれ好きよね。なんか声聞こえたな。ちょっとやだ。なんか硬くなかった？大丈夫やった？うん、うん、よかった。これな、牛やね、牛。牛の肉。おいしい。あ、そうそうそう。皆さん、
まな板使いましょうね。僕洗い物したくないんですよ。はい、柿。おい、柿だぞ。ちょっと水筒にお茶入れといてほしいな。はい、水筒にお茶入れて。ありがとうございます。刺さる？刺さない。うん、グッド。よっしゃ。くやー！あばば。ママ、いかや、おい。おい、これないのか。おい、これって言わんといて。ぽんぽんぽん。肌ふざい。キュー。うん、早く食べな。着替える時間がなくなるよ。食べなきゃー。あんま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 ん。あんたも準備しや、行く準備。キーちゃん、ここが6になったら着替えてね。うん、もう。わかったんか。パパ、準備するわ。ピタゴラスイッチ。僕、着替えるけど、結局スウェットなんですよね。T シャツかスウェットやったりで、仕事着っていうのが。あんたもしかして着替えシーン撮ってるんですか？着替えシーン撮ってるよ。いるでしょう。俺の着替えシーンは。ちょっとそうですけど、ここ座り。鼻垂れてるの、見たの。鼻垂れことになってるよ。レシピをモイストウォッシュファーム泡の洗顔料ですね。これね、敏感乾燥肌用のやつで、どれだけ荒れた時期でもね、使えばツルツルになるっていう、おすすめです。これ秋の花粉の時期にこれ買ってハマってずっと使っております。いやでも泡しか勝たんね。やっぱ泡立ててんの時間ないもんね。時間ないというよりめんどくさいもんね。夏とか秋とかは起きてすぐ洗顔してパックとかね頑張ってたんですけど、冬になってね、なんか洗顔するのハードル上がりません？やっぱ寒いからかな。ちょっと朝ごはん食べてからじゃなくてよう顔洗わんくって、もうねパックやめました。ほんで私の愛用しているこれ、アルビオンアルフィネスダーマボンブミルク S。 この乳液先行型なので一番最初にのせる化粧水はこれ、マイ肌薬用美白化粧水。これめちゃくちゃ良いよ。私後世多いの。いや良い良い良い。お肌がね白くツルツルになります。これ Amazon で買っております。なかなか店頭で見たことないですね。本当はデイクリームあるんですけど、ちょっとね夫の実家に忘れちゃってナイトクリーム朝塗ってます。もうめちゃくちゃやね、私のスキンケアね。ね、参考になるところか。ズボラが露呈してしまったわ。で一応ね冬でも UV だけは塗っております。ニベア UV ディーププロテクト。これでちょっとトーンアップしてね、ベースは完成ですよ。ちょっとちょっと、そんなゆっくり見てる間ないでよ。着替えて。まだなってる。え、もう6過ぎて8になったじゃないか。8になったな。なったな。よし、スタート持ってきたら、はい、スタート持っていこう。はい、行くよ。あ、気になった。それウィンクやね。これを出したら、あ、大盆に塗ってしまう。ここ出したら暖かいから、ここはビシャビシャって洗って歯も磨いておいて。それ、それまくときゃ、それ、うん、よしよしよし、もう一回ぐらいやっておいて。やばいやばいやばい、やばいやばい。はい、どうぞ。はい、上手。わかった、宗介も顔洗うで、それ元いたら。はい、上手。はい、パパに磨いておいてもらって、はい、気をつけてね。よっしゃ、次そうちゃん行こう。さあ、まずそうちゃん、そうちゃんママが顔洗った。準備だ。はい、お顔にお前つけて。はい、ここにつけて。はい、準備だ。そう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 、もうちょっとな、そこだけじゃなくてな、もうちょっとな、この辺も洗っといたほしいな。あれ、綺麗になった。あ、うがいしようか。はい、上手よ。ぐち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 、べー、はい、上手。上の歯、下の歯。はい、いいよ、キーちゃん、着替えといて。着替え自分で取るな。そうすけ、うまい。そうちゃん、歯磨き上手になったな。歯磨き。はい、着替えるよ。ごめんごめん、キーちゃん一人で着替えたいから。資生堂の洗顔。
なんか塗るわ。このスリーの化粧水でも塗るわ。怖い匂いするよ、これ。オーガニックの匂い。そしてこれ。資生堂の乳液。ほんで、資生堂の、これ、タレ。これ塗らなあかんらしい。ルリが言ってた。年やからやって。オッケー。なんか怒られたよ。いつもはね、ちょっとぐらいお化粧するんですけど、夫の実家に化粧品忘れたので、今週はすっぴんです。1週間すっぴんで過ごしてます。まあいいんですよ。行きましょう。あ、危ない危ない。これ、返し、目つく目つく、危ない。ちょっと、返して。こんなん目に入ったら目、血出てくるね、目が。いいの？もう目見えへんようになるよ。これは危ないからダメ。そうちゃんの目の方が大事。そうちゃんの目の方が大事。そんなパンしたらダメ。そうちゃんの、そうちゃん、そんなこのお目目、ほら見て、この大事なお目目。そうちゃんお目目、こうやって見えへんようになってもいいの？ずっとこうやで。怖いよ。あれはダメ、もっとなんか違うの持ってきたら待ってな。はい、これでほじくり。それやったよ。何をほじくってんのや、なんか興味あるもんあったんか。ここから虫が出てくるかなと思ってんねん。この隙間ほじくってんの。ねえ、これスプーンじゃないもん。いやでもそんぐらいにとかの危ないよ、スプーンが。もう一番情報してスプーン。安城畳んだな。賢いわ我が子。見てください、めっちゃちゃんと畳んである。賢いあんた、靴下も自分で履いて。はい、どこして、はい、どこしてってそれでは、はい、先にオバキリ行きます。いってらっしゃい、ケンちゃん。いってらっしゃい。じゃあバイバイって。行ってきます。行ってきます。行ってきます。